はい、では前回に続きやっていきたいと思います。前回がダークバハムを倒したので、まあ、ラグナロクゲットしたところですけども、まあ、今回はそうですね、ホーリーランス手に入れるところまでいけたらいいなとは思ってるんですけども、まあ、そこまでいけるかわかんないです。時間見てやっていきたいと思いますけども、残り時間っていうか、まあ、あんまり長くなってもしょうがないので、まあ、道中の敵はカットするかどうかもまだわかんないんですけどね、まあ、編集段階で長くなりそうだったらちょっといろいろカットして飛ばしていきたいなとは思っています。ダメージを負ってしまったので回復します。99% どうは待ってないんだな、わかんない。まあ、いっか。で、どこだここ。あー、あそこか。ここ、浮遊にする状態のところです。敵か。で、これで初のかな、初のマップミナルバビスチ。回復します。てかさっき手に入れたやつって誰か装備できるの？あ、いろいろ上がるけど、精神激下がりだね。イディアは、やめとこうかな。で、先進みます。で、敵か。あー、エンドか。大ダメージを負いましたね。セーブポイントですね。どうしようか、テント使っとくか。あんまり MP 消費しないからこのまま行きますかね。で、これがこの先にホーリーランスがあるので、まあ、そこでブリンクと戦うみたいです。どうやって戦えばいいんだ。とりあえず死の宣告が初っ端かけてくるので、まあ、それを防ぐためにヘイストか、まあ、とりあえずやってみたいと思います。これですね、ホーリーランス。いきます。死の選択してくるんで、ヘイスト、ヘイスト、このヘイスト箱にあるヘイスト箱だ。よし。クリアこれ。
あ、ヘイストされるとあれなのか。死の宣告が早くなるのか、これが。間違えてやっちゃったね。いや、ミスってるよ。攻撃、攻撃あるの？クリア。やばい、ディスペルで解除しないと。クリアとあれを。やばい、あと5秒。間に合うか。どんぐらいなんだ、イスピーが。まずい。はい、だと。イスピー。オッケー、倒した。残り3秒。ビデオレベルアップ、キッチンのレベルアップ。シャホイランス手に入った。カインではね、ホイランス。いいね、だいぶ上がるね。どうしようかな。まだ若干次もいけるっちゃいけるけど、次もなんか結構ボスがこの隣にいるので、ちょっと今回短いけど動画一回ここで切らしてください。すみません。はい、ここで一回セーブしておきます。はい、で次がリボン取ろうとするとルナザウルスが出てくるので、まあ、そこでね、ルナザウルス戦次の動画でやっていきたいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。